안녕하세요웅짱 TV 의웅짱미영아이뼈마리입니다さあ今日の2本目の映画を見ていこうかなと思いますけども、じゃあ今日はね3人でね映画を見ていこうと思いますんで、はい、やっぱりねこの3人で見る映画と言ったらやっぱりね、前ね、新しい世界とか見てたんですけどね、アニメっていつもそんな感じのジャンルやもんな、うん、だから、うん、今回もなんかそういう系のね、うん、なるほど映画をやめまして、うん、この映画のタイトルやねんけど、うん、日本のタイトルとこの韓国のタイトルが結構変わってて、韓国のタイトルがブダンゴレ、直訳すると不当取引、うん、あやねんけど、4に来て付けられたタイトルが生き残るための3つの取引、全然ちゃうな。じゃあ予告見ましょうか。はい、はい、あ、もう顔出てった。顔出てった。え、全然見なかった、ごめん。マブリーか。おお。이게 보통 사건이야? 대통령이 직접 와서 대국민 퍼포먼스까지 한 건 사건이야. 오, 내 뜻다. 어, 내 뜻다. 우와. 해결할 좋은 놈이 하나 있습니다. 무조건 고민이 있어야 돼. 오, 왜? 내르네. 내르네.또어떤줄이고빼기고한번에생기는거야줄도빼도없는가지치기쉬운거이제대우하고내팀애들앞날도생각해야되지않겠냐만하루가면꼭용의선상에서딱한놈남다배우가필요하다그말씀하시는거야실수는무슨됐다됐다검사가지고촉발했는지다이리츠로겐지탱크몰이야공갈弱みを握る裏組織の男今違うんだわー、この人やん、私の好きな人、새끼가이거어디서뺑기를치고지랄이야이새끼야영감님사람참불편하게하는재주가있으시네최적이그새끼만빼면될거아니야아진짜참는거와그새끼관련한연놈들그냥싹다잡아빨리와여기난리났어과정은필요없고이잘하고있는거맞죠그소리야안먹으려고確かに그런느낌준비하려면잘해야지そして最後の取引が始まる生き残るための3つの取引え、面白そう、うん、おー、いい反応、てか、てんこ盛りちゃうちょんちょんが出るじゃんで、マブリやろ、そうなんね、マブリちょっとこれめちゃめちゃ初期ない、うん、楽しみ予告でこんなに楽しみって言ってくれたら嬉しいやっぱりあれだな、予告見る方がいいかもしれん、自分の中でどういう映画かなっていうのが準備ができるっていうか、あ、なるほどね、マルチクの時は見てなかったから想像もできんかったから混乱した部分もあったんかなって今から思ったらな、なるほどね、お前何時やねん9時前に出るんであと2分ぐらい完全にでも名前言ってたけどな、あいぴょってほんまやほんまやせやな、まあいいやじゃあ行きます、はい、はい、いや俺경제出身じゃないね、그러니까じゃああがしのタッチ勝負いこう、장부만찾아해여기着替えてあ、우리가무슨동네입찰미기다보다해서검찰이들수시는동네아공사짓는데혼자가겠더만お疲れ様です、すごく帰ったしお疲れ様です、お疲れ、그나저나저번에주검사님께서말씀하신것도있거든요すげえ。マジでてんこ盛り。マジでてんこ盛り。俺じゃあよでや。あんまりもさ。マジか。マジでてんこ盛りや。誰や。これは俺が好きなまた。あれさん。おお、もんもん入ってる。あの、調査者に。あいこ、でも。うん。斬新やんな。リンゴで殴る。you
見てるやん。んでしょ、ちょなんか怒ってんな。はい、終わりました。本当にね、予告でも言ったけど、キャストがもう次々に知ってる人ばっかり出てたな。キャストが分かるから、名前を覚えんでいいっていうのが、見やすい。楽に見える。だんだん楽になってきましたよね。ケンジ役の人は初めてだよね。うん、ビオは初めてじゃないけどね。嘘。あの人に似てるなと思ったけど思った。シグナルの若い方の人に、なんかちょっと顔似てない雰囲気。どれさ。こういう映画を見て、皆さんは警察のことが嫌いにならへんのかなって。すごい心配になった。なんか警察がすごいシンプルに言い訳したこと全然ないなと思って。ベテランぐらい。あとエクストリーム道具。それね、確かに。この、 生き残るための3つの取引の脚本を変えた人が新しき世界の監督やん。どうやった？うん、ザ・韓国映画。で、最後はすごかったけど、ああなるほどな、こういう作りをしてたんやなっていうのが、ああなるほどっていうのは思った。この映画で好きだったし、もしくは印象に残ってるし、うん、私はパンジョンミンさんとユヘジンさんの高架下のちょっとしたアクションシーンというか、今までの殴り合いとかじゃなくて人を回転させるっていう、うん、なんか新しいアクション見たなと思って、両方とも好きな俳優さんっていうのももちろんあるんやけど、あれは喧嘩じゃなくてもうしつけやな、ね、お前。ミエルさんも反撃せずに。反撃しないよね。ちゃんと立場のその あれがあれば反撃せずに我慢するみたいな。ちゃんとこの利害関係を意識して振る舞ってるよね。うん、喧嘩の場面でもね。うん、っていうのと、リンゴのシーン。あれはどうなんだ。俺も似てるっていうか、マブリーとパンジョンミンタイマンあったやんか。あれもすごかった。そう、攻撃の仕方が膝をこっちからこっ蹴るとか、人を機能不能にさせる方法を知った上での攻撃をしてるなっていうのがすごいあったから、ああ韓国映画なんやろなこれがっていうのはめっちゃ思った。俺やけど、まあ一番ね印象に残ってるのはパンジョンミンさんがねマブリーをやってしまって、その後に使わずね状況を把握しながら事件現場を作っていくやん、うん、あれの動作とかがドッとした。あいつが今来たからこうやって、これはちょっと洗っておいて、でその後にねマブリをやるやんか。あれはやばいな。えげつないなっていう。まあみんな印象深いやつ言ってるけど全部嫌なやつ。でちょっとこう残念だった部分、私はパンジョンミンさんの最後のシーン、こんだけやってきたのにあっけなさすぎてすごくモヤモヤした。なんかすごい嫌やったなと。好きじゃない、人を殺せば全部終わると思ってるところがすごく嫌。その同僚の警察たちがもうちゃんと暴いてほしかった。悪者の手を借りて殺すっていう一番簡単な手段を選ぶっていうちょっと残念感。多分怒りがね、もう達したんでしょうね。でもそれで怒り爆発させる人が警察になったら危なくない？まあそうやな。まあそうやわ。もっともや。正論です。それは正論ですわ。もうちょっとしっかりしてほしかったなっていうのがあって、ユヘジンさん、まあ一応ヤクザ役やってんか、まあちょっとモンモンが出たけど、ええやってやん。シールやってんやん。まあ確かにあれはザシールでしたね。ちゃんとやるならやろうよとか。じゃあ点数をつけてみましょう。はい、また俺はこれが楽しみや。ミオの点数は、私は 3.3。 おお、これはもしかしてユヘジンさんの力が。やっぱキャストが豪華やっていうのも自分の中ではポイントも高かったし、なんか新鮮なアクションも見れたし、物語最後のあれは気に食わんかった部分もあったけど、でもなんか全体的にはすごい面白かった。森は、俺は 3.6。 面白かったよ。うん、けど新しき世界には全然至ってない。 3.6。 3.6。 俺の点数は 4.5 点です。うん、
好きそうな大好きやもんもう俺はこの映画は監督のその演出、脚本、キャスト、そして演技、そしてあのアクション、これもうね、いろんな部分で本当にウェルメイド、上出来だと思う。うんちゃん TV の生き残るための水の取引の点数はせーの 3.8。 俺ベテランはほんまにしくった。今から思ったら下げすぎたなと思う。ベテランはでもどうしてもなんか好きになれない。それはもうしゃあない。じゃあリボン43ぬん、よきがじごよ、タウン43へそ、ベッドルをかけすみだ、ハードゥーステしてよ。まだ今日も悪口めっちゃくちゃ出たな。一番口に出せない悪口めちゃ言ってたな。めちゃくちゃ出てたな、うん、なんて言ってんの。愛とかどういうことなんですか。クソったらみたいな感じ。もう日本語では表現できないぐらいのもう一番最低な悪口らしいです。あ、そうね、日本語には訳す言葉がない。はい、うん、俺が向こう行ってつったら多分殺される俺。すぐ喧嘩なる。